やはりもっと報酬欲しいね、稼いでいきたい、もっと痛みで悩んでる人にも対応できるようになりたいと思うんであれば、やはりね、治療的な主義というか、治療的な勉強というか、そういうスキルを身につけた方がいいんじゃないかなっていうのが、僕の思うところではあります。はい。で、僕はですね、やっぱ施術ね、施術、マッサージ、リラクゼーションセラピスト、指圧師、あとは、まあなんだ、まあいろんなほら、ね、施術家の方、セラピストの方、まあいると思いますけども、どんなね、施術でも、まあ、いいんですよ。はっきり言ってね、それぞれね、良さがあってね、それぞれいいじゃないですか。もう僕は別にボキボキ系、バキバキ系もね、別に悪くないと思うんですよ。いろいろ文句言う人とかいますけども、バキバキ系、ボキボキ系が悪いんじゃなくて、もう、まあ、昔僕もね、なんかバキバキ系アンチでね、結構なんか辛辣なこと言ったりとか、YouTube でも言ったりとかしてましたけども、まあでも門真整体院、大阪のね、そうな、ボキボキのね、方とコラボしたことも、YouTube コラボもね、したことあります。動画もありますけどもね。僕自身ね、バキバキ系、ボキボキ系、なんかね、興味はあったんですよ。ただ、バキバキ系、ボキボキ系で、なんか体をね、不自由にされてる方を実際に見たので、そういう方がお客様でいたので、まあ、それもね、まあ、お若い人ですよ。若いね、女性の方で、二十歳ぐらいなんだけど、なんか、十代の頃にね、そんな感じでバキバキ系の人に体壊されちゃいましたっていう方を見て、そういうお話も聞いたんで、だからまあアンチになっててっていうところあったんですけど、まあそれも質の悪いね、バキバキ系の人に当たってしまったからそうなったわけで、まあバキバキ系も質のいい方もいらっしゃるんですよね、実際にね。だからそのむちゃくちゃやってる人もいるし、むちゃくちゃやってない人もいるし、ちゃんと なんていうのかな、例えばさ、まあなんかもうバキバキ系の話になったから、バキバキ系の話ね、バキバキ系、ボキボキ整体の話してきますけども、例えばさ、首のこうバキバキ、ボキボキも、ちゃんと分かってて、このやり方と方法っていうのを、危なくないやり方方法っていうのを分かっててやってる人だったらいいんだけど、やっぱちょっと分かってないね、どうしようもない人もいるわけじゃないですか。ね、やりすぎてしまう人とか、そういう人に当たっちゃうと、なんか事故とかも起きるのかな。まあ、あとは、受ける人の体の状態もね、やっぱあるじゃないですか。ただ、やっぱバキバキボキボキ系は、リスクはまあね、多少っていうか、まあ、ないことはないんで、だからまあ、本当に気をつけてやっていただ、やる人はね、やっていただきたいなと思うし、受ける方も、そういうリスクもあるんだぞっていうのはね、まあ、知っといてもらいたいなっていうのは思いますよね。とはいえね、やっぱバキバキ系もね、受けると気持ちよかったりするんですよね、なんかね。だってそうじゃないですか。僕いつもね、毎日こう指鳴らすんですよ、こうやって。さっき鳴らしたばっかだからあんま鳴らないけど、こうやって鳴るじゃないですか。ね、首もこう、首はやんないけど、こう肩回したりとか、こうグーってやったりとか、ダーってやったりとかってね、鳴らせるじゃないですか。それってこうストレッチのさ、その向こう側みたいな、こう指もこうやってグーってやって、グーってやったりとか、こうグーってこうやった時にポキッパキッとかって言ってね、こう関節の中のこの気泡が弾けるなんて言いますけども、まあそんな感じでこう音が鳴るわけじゃないですか。で、それってね、結構気持ちよかったりするんですよね。うん、だからもうある意味リラクゼーションではあるわけですよ。気持ちいいっていうのはね。だからそういう範囲でやるならいいと思うんですよね。バキバキ、ポキポキ系もね。ただ、なんかその姿勢が整うとかなんとかなるとかどうのこうのみたいな感じで、さも治療みたいな感じでやってる人はどうなのかなっていうのは、多少というか思いますよね。リラクゼーションですよ。バキバキボキボキ系は。はい。整体ではないと思います、僕は。はい。まあ、バキバキボキボキ系の話になったんで、まあちょっとしましたけども、まあせっかくなんでね、まあ時間あるんでちょっとね、まあ、ちょっと長めの動画で話していきたいと思うんでね、まあお付き合いいただけたらなと思うんですけども、まあね、いろんな施術あります。ね、数ある施術あります、世の中にはね。で、まあ、それをね、総称してセラピストなんて言いますけども、僕ね、やっぱね、セラピストの仕事ってね、これね、青野先生も言ってたんですよね、僕のね、敬愛する、ね、誰でもシリーズのね、誰でもできるシリーズね、誰でもできるシリーズの青野剛先生が言ってたんですけども、やっぱりね、こう治療系ってさ、まあこれまあジレンマなんだよね、これ。リラクゼーションマッサージが僕はやっぱり医療のフロントだと思うんですよ、本当にね。これはもう揺るぎない、もう元々僕はもう昔からもう10年以上前から言ってるんですけども、
やっぱ人間っていきなり病気になるわけじゃないじゃないですか。やっぱこう長いさ、この不調とかストレスを抱えて、それがこう、たまりにたまってね、バケツにこう、たまりにたまってね、それがブワッと溢れた時にね、バケツから溢れた時にこう、病気になってしまうが発症する、顕在化するっていう風に、まあこれが病のまあメカニズムなんですけども、まあ多くのね、病のメカニズムなんですけども、まあ慢性的なものの、まあね、メカニズムなんですけども、くどい、すいません。そうじゃないですか。だって肩こりだってさ、肩こって辛いとか首辛いとかで、凝りがあると、やっぱ凝りがあるとさ、血流も悪くなるし、その血流が悪くなると、特に首肩周りの血流悪くなると、こう脳への血流も悪くなるわけなんですよ。ってなると、やっぱりこう思考もぼーっとしたりとかするし、ね。あとはなんだろうな、脳も働かなくなるし、それこそやっぱり、なんていうの、まあ良くないじゃないですかね。脳っていうのはやっぱりね、全身への体へのこの指令を出してるとこだから、やっぱ脳がこうぼやけてくると、雲ね、闇が張ったような感じになると、頭の中がね、もやがかかったようになると、やっぱ人生も良くならないというか、やっぱりいろんなところでさ、問題が起きてくるじゃないですかね。気分がスッキリしないでだけでね、イライラしたりだとか憂鬱になったりだとかしてっていう風になると、やっぱ人付き合いというかさ、人との関係っていうのもな、やっぱ悪くなってくると思うしね、怒りやすかったりイライラしやすかったりだとかっていう風な、さ、人間やっぱ心と体ってつながってるから、体の状態があんまり良くないとやっぱ心にも影響してくるわけなんですよね。だから心に影響してくると、やっぱ体にもやっぱその影響も出てくるしって、両、心と体ってやっぱ密接につながってるから、どちらかがやっぱりね、悪いとどちらかも悪くなっちゃうんですよね。だからね、リラクゼーションの、だからセラピストね、いろんなその手技療法っていうかありますけども、まあ治療科じゃなくても、治療とか医療っていうのはもう僕は最終的なところかなと思うんですね。悪くなって、もう悪くなってどうしようもないって時にこう受けるものだと思うんですよ。まあ治療とか医療っていうか、まあね、まあ西洋医学、東洋医学的な話にもなってきたりもするんですけども、まあどれが優れてて、どれが優れてないとかね、どっちが一番、どっちが二番とか、そういう話でもないんですよ、これって。だからそうやって考えると、病気になる種ね、病気になる元って、ストレスや疲労なんですよ。もう最初、まあ、初めはね。初めは小さなストレスとか疲労が、それが積み重なって、ね、どんどんね、こうね、もう檻のようにこう折り重なってって、それがね、こうね、先ほども言ったね、バケツの中にこうね、水が溜まっていくように、少しずつこう溜まってて、ある日それがもうね、ある限界値、域値を超えて溢れた時に、病気として発症してしまうっていうのが、まあ、病気の元だったりするわけなんですよね。はい。なので、まあ、なんていうのかな。そういう、ある意味、ほら、病気になる前の段階の人。まあ、それをこう、まあ、病気ではない。ね。そこまで病気ではない。ね。でも、健康でもない。ね。健康でもない。病気。ね。で、健康ってあるですか。病気、そして、病気じゃない健康。ね。その間の人。ね。病気でも、そこまで病気でもない。で、言うほど健康でもないっていう、その間の人ね。それの人を未病って言うんですけども、未病ね。病気に至ってない未病って言うんですけども、その未病の人に一番最初に触れるのが、リラクゼーションのね、マッサージセラピストさんが、まあ、触れやすいというかね、触れると思うんですよ。だってそうじゃないですか。ああ、肩が疲れた、ああ、肩凝ってるなとかね、ああ、なんかちょっと疲れてるとかね、昨日なんか久しぶりに運動してちょっと筋肉痛で、ちょっとなんか体ちょっとほぐしたいなとか、ああ、今日はゴルフ行って疲れたからちょっと揉んでほしいなとかさ、まあ腰がちょっとなんか今日な立ち仕事してたから疲れてるからちょっとほぐしてほしいな、なんか筋肉なんかこうね、なんか詰まってる感じがするみたいなね、そんな感じで行くのがリラクゼーションマッサージだったりだとか、まあそういう、まあ何でのタイマッサージもね、気持ちいいですよね、ストレッチでね。あとはこう指圧だったりさ、ね、リラクゼーションもみほぐしだったりとかってするわけじゃないですか。まあ人によってはね、もう針打ちて、ああっていう、もうね、針打ってほしいとかね、お灸されたいとか、あとはまあバキバキされたいとかっていう場合、ね、バキバキされたいっていうのも癒しだと思うし、それがリラクゼーションだったりすると思うんですよね。リラックスするわけだから、うん、ある意味そこまで痛みではないわけですよね。なんか疲れた、もう本当言ったら嫌みたいなね、もう気持ちいいから受けたい、やりたいっていうわけじゃないですか。それによって、心地よい状態を手に入れられるね、楽になれるっていうふうにね、でそういうそのまだそういう心地いい
疲れだったり心地いいある意味痛みだったりする、その時点でこうね、楽にするっていうのが病気になりにくい体作りのそのある意味メンテナンスですよ。メンテナンス、まあこの車もね、車もそうじゃないですかね、新車で買いましたって新車でピカピカね、そっからね、一番新車の時が一番綺麗なんですよ、車って。まあ当たり前ですよね。それがね、路上走るようになりとかね、雨に降られとかね、風に吹かれとか、あとはね、1年2年って経ってってっていう風でだんだん経年劣化していくわけじゃないですかね。どっかぶつけたりとかね、あとエンジンオイルが濁ってきたりとかね、そういうわけじゃないですかね。傷もついてくるっていう風でね、でだんだんやっぱ悪くなってくる。でもですよ、あのボディもね、だんだんこう傷がついてきて、で最初のコーティングも剥がれっていう風にしてくるんだけども、それでもちゃんとあの洗車もしてさ、ね、定期的に洗車して、雨が降られて汚れたら洗車をしてとか、あとは定期的にワックスをかけてみたいな感じで、ちゃんと塗装の被膜を守ってれば、結構ね、10年20年経ってもね、まあ新車ほどの輝きというのはね、なかなか難しいですけども、まあそれは特別な処置をしないといけないですけど、プロがね。でもあの結構ね、塗装って塗膜って持つんですよ。で、あの輝きも結構保てるわけね。これがメンテナンスじゃないですか。で、人間の体も一緒で、やっぱり悪くなってくると、それはね、人間の自浄作用っていうかね、ホメオスタシスっていうね、あの生態恒常性維持って言ってね、良くなろうとする力ってあるんですよね。人間は勝手に良くなっていこうね、あの体自身がね、この生態をね、自分自身の体を良くしていこうね、心もそうですけどもね、良くしていこうっていう風に、あの勝手にこうやってくれる作用っていうのがあるんですよね。勝手にこう良くしていこうという作用ね、まあ自然治癒力なんてもっていう風にも言いますけども、そういう作用があるんですよ。でもその作用が追いつかないぐらい体に無理させちゃうから、人って病気になったりね、体調子悪くなったりするわけじゃないですかね。頑張りすぎてたりとかさ。だからそういう人にあのアプローチできる、まあ最初に触れることができるのがセラピストでありね、そういうまあリラクゼーションセラピストだったりとかっていう、そういう手技療法、手のね、その力ね、手のこの手当てができる人たちだと思うんですよね。だから僕はそういうお仕事の人たちはすごく尊いなっていうふうに思う、本当に思うわけですよね。だからでもですよ、でもね、これ青野先生もな、ちょっと話戻りますけど、青野先生いつ出てくるんだって話だったと思うんです。青野先生がね、おっしゃってたのが、治療ってさ、痛みじゃないですか。痛みね、痛みがあるから、1分1秒でもその痛みを解決したいと、何とかしたいと思ってる方がやっぱりね、バラをすがる気持ちっていうかね、じゃないですけども、まあそうなんですけどもっていう感じで行くんじゃないですかね。駆け込み寺的な感じで行くわけじゃないですか。先生何とかしてください、もう痛いんです、もうどこ行ってもダメでってね。でそういう人を治療するときに、じゃあね、はい、じゃあね、これからね、半年かけてゆっくり直していきましょうっていうのがいいのかね、半年はちょっと長いな。まあ、1ヶ月ぐらいでかけて直していきましょうっていうのがいいのか、ね。もう私のところに来たら、もう今日1日で治りますよ。ね。1日で治りますっていうのがいいのかって言ったら、どっちに価値がありますかってことなんですよ。ね。これもう言うまでもなく、1日でね、治った方がいいじゃないですかね。痛みから解放されるわけですよね。1日で。となると、ね。その1ヶ月で治るっていうのと、1日で治るっていうのであれば、もう単価が変わるわけですよ。もう施術単価がね。例えば、1ヶ月かけてね、毎週通って、まあ、週1、週ね、週1で通って、1ヶ月だったら大体4回ね、4週間、4日じゃない、4回じゃないですか。その4回を、じゃあ1回の施術で、まあ、例えば5000円、まあ、いただいたとしましょうよ。お客様からね、5000円。そしたら5000円ね、5000円、5000円、5000円でね、2万円じゃないですか、2万円ね。でも、これが、1日でね、4回やることなく、1日で済みますよって言ったら、ね、治るって言ったら、その同じ効果で、効果とね、同じ効果というか、まあ、同じ治るというね、効果で、こう、換算ね、するならば、換算ちょっと、まあ、いいや。ね、そうやってするならば、それは、4回時間かけるよりも、1回で済んだ方がいいじゃないですか。ってことは、この1回には、2万円の価値があるってことじゃないですか。ね、単純に考えたら。ね、4回よりも1回の方がいいし、ね、4回やる、ね、大変じゃないですか。まあ、4回受けたい人は別ですけど、ね、4回治療受けたいんだ、俺は、という、簡単でしたら、それがその人の、ね、なんとかの欲しい、そのね、欲求があるんでしたら、欲求なんかよくわかんないです。だったらいいんですけど、1回でいいんですよ。1回の方がいいじゃないですか。その方が価値あるでしょ。ね。だから、1回の施術で2万円の、ね、価値を、こう、まあ、価値提供ができ、そして、その、ね、報酬をいただくこともできると思うんですよね。でもね、これがね、リラクゼーションだと、これ逆転しちゃうんですよ、これ。逆転。リラクゼーションだと、30分の施術と60分の施術、そして2時間の施術、どれがね、価値ありますかってなると、時間が長ければ長いほど価値になるんですよ、これがね。
ね、そうなんですよ。それは30分のマッサージも気持ちいいけど、リラクゼーションも気持ちいいけど、やっぱ60分のね、あ、でもこれ違うな、ちょっと間違えちゃったな。ことリラクゼーションに関して言うと、その揉みほぐしとかマッサージだったりとかする、そういう施術ね、そういう施術の場合だと、やっぱ長い方が気持ちいいんですよ。リラクゼーションだから。ね、コース時間は長い方がやっぱ価値ある。だからコース時間長ければ長くなるほど、やっぱ金額も高くなるじゃないですか。ね、リラクゼーションマッサージのね、お店で、60分コースは6000円ですよ。ね、で、まあ1時間半の90分だったら、ね、9000円ですよ、みたいな風にコース設定があるとするじゃないですか。わかりやすく10分1000円だとしてね。ね、それは当たり前じゃないですか。ね。で、治療で考えて、なんかね、ちょっと待ってよ。ね、治療だとすると、もう30分よりも、1時間で治すよりも30分の方が、1分1秒でも早く治した方が、まあ価値があるわけなんですよね。まあここが、まあ治療とリラクゼーションの、まあ大きな違いっていうところね。だから、セラピストは、リラクゼーションのセラピストは、単価を上げようと思うと、長く仕事をしなきゃいけないんですよ。長くね。1時間、2時間、3時間で、もう本当長く仕事しなきゃいけない。だから、リラクゼーションマッサージのね、お仕事されてる方で、もう本当にそれ一本でね、やられてる方は、じゃあね、月に50万円稼ごうと思うならば、50万円ね、稼ごうと思うなら、どれだけ仕事しなきゃいけないんですかって話なんですよ。ね。例えば、まあ、1時間の仕事で2500円もらえるとしましょう。2500円ね、もらえるとしましょう。じゃあ、1日、ね、1万円稼ごうと思ったら、ね、何人仕事をしなきゃいけないかって言ったら、まあ4人ですよね。4人の仕事をやればいいんですよね。でも1万円だと、ね、ちょっと、無理ですよね。月に50稼ごうと思ったら。それだと25日ね、出勤したとしても25万円じゃないですかね。ってことは、倍稼がなきゃいけない。そうなると、8人やらなきゃいけないんですよ。8人ね。あ、これ7人だった。8人やらなきゃいけない。8人の60分だったら、ね、8時間じゃないですか。1日8時間マッサージだずっとやりますかっていう話なんですよ。で、8時間の仕事しようと思ったら、それお店がもう常にお客さんでいっぱいで回ってるところで、ね、休憩もそこそこで、ね、休憩も5分とか取れればいいぐらいな感じで、もうずっと回って仕事できてたらまだいいけども、それでもうじゃあお店に、じゃあ何時間待機しなきゃいけないかって言ったら、10時間以上ね、やっぱお店にいないと、やっぱそういう仕事はできないですよね。だからここがやっぱりね、リラクゼーション。で、それをずっと続けられるかって言ったらなかなか大変じゃないですか。だからこそ、リラクゼーションのマッサージは素晴らしいんだけども、リラクゼーション一本でやるのは、なかなか厳しい現実はあるなっていうところがやっぱあるんですよね。まあ別に私50万もいりませんよと。月に20万あればいいんですっていう人なら別にいいんですけども、だからね、男性でね、一家の大黒柱で家族がいてってなって、この手技療法の世界で、じゃあ仕事をしてて稼いでいこうってふうになるならば、ですよ。リラクゼーションだけでやるのは結構きついと思います、正直。はい。揉みほぐしだけでやるのは正直きついと思います。ではどうしたらいいかっていうふうになると、ここでやっぱ治療的なことができるようになることが大事になってくるんですよね。治療的なこと。だから先ほどのバキバキボキボキもそうですよ。バキバキボキボキは一瞬じゃないですか。で、そこに価値を持ってくださる方が来るから、例えばバキバキね、全身バキバキやったとしても、そんなに時間かかんないんですよ。全部やったとしても、例えばいろいろ話しながらやったとしても、まあ、首やって、肩やって、腕やって、腰やって、胴の足やってて全身調整しながら、そこにほぐしも入れながらやったとして、例えば30分で、やったとしましょう。30分じゃない。まあ1時間ぐらいでやったとしましょう。全部延べね。全部その施術入れて、揉みほぐし、まあちょっとストレッチ、あとはバキバキも入れてっていうふうな、そういうコースを作ったとするならば、普通の60分コースではやっぱなくなりますよね。マッサージではね。だから、まあ、なかなか60分6000円っていう風な単価をつけてるリラクゼーションサロンは今ではあまりないと思いますけども、例えば大手のリラクルさんと同じね、3800円ぐらい、まあ、だとしましょうよ。ね。それ以上の単価は絶対つけられるはずなんですよ。ね。だから、まあ、例えばバキバキも入れて6000円ですよっていう、そういう単価を設定することも可能ですよ。ね。で、あとは、よくぞ筋膜リリースができますよとか、あとは青野先生のね、電気療法ね、別に資格がなくてもね、本来電気療法って、ほら、柔道整復師ね、
いわゆるこう、なんていうの、接骨院のね、お仕事をされてる方、柔道整復師の方、柔整師の方が やってるじゃないですか、よく。接骨院行くとさ、まあ、10分ぐらいのマッサージを受けて、で、あと機械、ね、電気に流しますね、みたいな感じでやるじゃないですか。あれと同等、あれ、もしくはそれ以上の効果が出せる施術方法があるんですよね。で、それを、こう、まあ、提供してるのが、まあ、青野先生っていうかね、まあ、まあ、開発したのが青野先生なんですけども、まあ、青野先生自身も、国家資格はお持ちではないんですけども、いわゆる、まあ、整体師、ね、施術科なんですけども、治療科なんですけども、別にそんな、仰々しいね、大きい機械ね、必要ないんですよ、別に電気療法をやるのに。家庭で使うね、オムロンのね、電気パルスのね、ああいうやつでも十分な成果出せるので、ね、やり方方法はあるわけですよ。で、それをやるのは別に違法でもないし、全然 OK なんですよ。ね、だからそういった感じで、やり方、なんていうかな、治療的なやり方方法っていうのをちゃんと知ってもらって、そして、こう、できるようになると、価値が上がるんですよね。施術家としての、整体師としての価値が上がるんで。だからね、男性のセラピスト、まあ男性セラピストのみならずですけどもね、女性のセラピストでも、自分のその報酬単価を上げたいのであれば、リラクゼーションマッサージ、リラクゼーションの仕事だけではなかなか厳しいよっていうところがあるんですよ。なぜかというと、時間が長ければ長いほど、高単価になる。性質があるので、まあそれはそうじゃないのもありますけどもね、実際リラクゼーションってそういう感じ多いじゃないですか。で、だからこそそこに治療的なね、仕事ができるようになると、やっぱり痛みを抱えてる人っていうのは痛みを何とかしたいと思ってるんですよ。痛みを何とかしたい、この痛みから逃れたいね、これが治るんだったら多少お金払ってもいいっていう、こう思考マインドができてるんで、だからそういう人たちが来て、そういう人たちに来てもらうようにするためには、やっぱ治療ができ、治療的なね、施術ができるようになった方がいいよっていうところなんですよね。なので、もう、それに、もう本当にね、まあ、最高なのが、やっぱり僕は青野先生のね、誰でもできるシリーズだと思うんですよね。今出てるのが、誰でもできるシリーズ、誰でもできる電気療法でしょ？そして、誰でもできる、まあ、この間出した筋膜リリース。そして、誰でもできる骨盤調整ね。矯正じゃないですよ。バキバキやりません。骨盤調整。ね。骨盤調整。そして、もう一個が、カッピングね。カッピングによる筋膜リリースです。これも筋膜リリースなんですけども、カッピングね、カッピングってあるじゃないですか。こうやってほらボコボコしてね、これスポンスポンってこうやって赤くなるやつ。まあ赤くなるのはやりすぎなんですけども、筋膜リリース、じゃあそのカッピングね、このいわゆる水玉ですよ。水玉も別に資格なくてもできるんですよ、あれね。なのでそういったまあいわゆるもう手に職の手だけでやる主義っていうのももちろん尊いね、素晴らしいんだけども、何かしらのそういう道具だったり、そういうツールを使ってできる治療方法をこう身につけることによって、自分のその手札がね、増えるじゃないですか、武器が増えるじゃないですかね。だからまあそういった感じでですね、まあセラピストの方にはね、治療的なそのスキルをね、身につけて、そしてちょっと戦ってほしいなっていうふうね、思うんですよね。はい。で、特に多いのが、やっぱ肩こり、腰痛じゃないですか。そのお客様の、その要望でね、多いのが。で、そういう、世間的に、世の中的に多い、その疾患っていうか、そういうのにアプローチして、そこに絞り込んで、そういう人たちに来てもらえるような、そういう人たちを対象とした、仕事スタイルにすると、いいかなっていうふうに思いますよね。あと、まあ、頭痛とかね。まあ、別に頭痛治しますよって言わなくてもいいですよ。解放に向かわせますでいいんですよ。解放に向かうようにお手伝いしてだって、体って、人間の体って別にね、我々ね、施術家とかセラピストとか治療家が治すわけじゃないんですよ。治すのはあくまでもお客さんの自然治癒力ね、治ろうとするそのホメオスタシスね、生体向上性維持。それなんですよ。ね。人間が治ろうとするのは、その人の免疫力だったり、体のそういうね、自己治癒力のそういう、力が病気を治すわけで、で我々はその手助けをしているに過ぎないので、その良くなるスピードを上げますよって、良くなるためのそのお手伝いをしますよっていうのが我々のね、あるべき姿というかね、そういう風なので、ね、私が治しますよとかね、私が治しましたじゃないんですよね。はい。まあそういったわけでですね、まあね、まあ治療に関してのね、セラピストに関してのお話させてもらいましたけども。だからね、セラピストになったばかり、整体師になったばかりの人は、
僕はリラクゼーションサロンとかでお勤めで、まずはこの業界のことを知るとか、お客様の体、人の体に触れるとか、あとやっぱ揉みほぐしってね、なんだかんだ言ってやっぱりね、素晴らしい手技なんですよね。ほんとしっかりとした揉みほぐし、そして指圧もね、ちゃんと覚えたというかできるようになった方がいいですよね。あと楽な体の使い方ね。これを覚えるためにリラクゼーションサロンに勤めて、1年2年なりし、なんか勉強修行をしてから、そして、整体師としてっていうかね、治療家として独立してお仕事やっていってもらえればいいかなっていうふうに思うので、ただセラピストとして揉みほぐしのセラピストとしてずっとやっていく、まあそれが好きなんだっていう方は別にいいんですけども、やはりもっと報酬欲しいね、稼いでいきたい、もっと痛みで悩んでる人にも対応できるようになりたいと思うんであれば、やはりね、治療的な主義というか治療的な勉強というか、そういうスキルを身につけた方がいいんじゃないかなっていうのが、僕の思うところではあります。はい。で、僕はですね、やっぱ治療的なところっていうのは、今までそんなんで自分でね、積極的に勉強してこなかった。僕はもう本当指圧マッサージね、指圧マッサージ師、鍼灸師ですから、自分のそのスペースね、専門分野に特化して、そこの発信しかしてこなかったし、それしかしてないし、その勉強しかしてこなかったから、正直本当ボキボキもできないし、僕は、電気療法って言われてもよくわからないし、だからこそ僕はね、だから骨盤のその調整とかって、まあそういうのもね、はっきり言ってやってこなかったです。うん。もう本当に揉みほぐし、あと指圧マッサージ、ね、こう楽にね、効かせる方法、そしてお客様が負担にかからないね、お客様の体が負担を受けないやり方方法っていうのをお伝えしてきたっていうか、そこを研究してやってきたので、ね。だから僕は治療的なことをやっぱお伝えしたい。だからこそね、青野先生とね、こう出会うことによって、この青野先生の本当にね、こう今まで勉強してきたね、その知識量、あと、その、勉強量、そしてその施術してきたそのね、この圧倒的なこの経験っていうもの、そしてそれを伝える、誰にでもできる、そして、こう、ある程度こう、お客様ね、セラピストをやってきて、ある程度人の体にね、触れることに慣れている人ならば、もう早くもう結果ができる。早く結果を出せるね。っていう風、結果が出せるようにっていう作ったのが、この青野先生の誰にでもできるシリーズなんですよ。ね。だからね、本当にね、まだこの間、筋膜リリースね、誰にもできる、本当主義、ね、手だけでできる筋膜リリース。今までのさ、青野先生の誰でもできるシリーズは、ね、電気療法はパルスのね、機械がいますね。機械がいます。そして、カッピングもね、カッピングによる筋膜リリースも、カッピングというね、ツールがいります。道具がいますね。で、誰にもできる骨盤調整も、こうちょっとしたこう枕がいるんですよ。こうね、クッションというか、枕というか、まあ、こうなんとこう、三角クッションみたいな、ちょっとした特別な、まあ、アマゾンとかで楽天でも売ってる、まあ、数千円で買えるものなんですけども、ちょっとした道具が必要だったりするんですよ。ね。でも、今回の筋膜リリースは、ね、誰にでもできる筋膜リリースは、もうオールハンドの主義なんで、誰にでも本当にできるんですよ。ね。まあ、施術をね、してる、そういうね、要は、人の体に触れる、ね、ほぐすっていうか、そういう仕事に携わってて、ある程度、そういうことができる、慣れてる人ならばっていうことですけどもね。はい。何度も言います、ここね、大事なんで。ならば、そういう人ならば、もう本当、オールハンドでできるし、それこそ、今までの、どこでもできるシリーズは、お勤めのリラクゼーションサロンの方は、なかなか使うことはできなかったんですよ。なんでかというと、道具使えないじゃないですか。だって、お勤めのね、先で、ね、電気のパルス出して、じゃあお客さんにやりますねって、できないじゃないですか、ね。で、あとは、カッピングもできないじゃないですか。そして、骨盤調整やりますよって言っても、そんだけね、骨盤調整のやつは、ちょっとこう、クックってこうでね、クッションをはめて、そして、放置するんですよ。数分間。放置すると、それで勝手に骨盤が整いますよっていうね、本当にすごい、素晴らしい主義なんですけども。ただ、それできないじゃないですか。ね。だからできるのは、それができるのは、もう自分でサロン持ってるとか、自分で治療院持ってて、自分のその裁量で全てができるっていう風な、人なら取り入れることできますけども、お勤めの人はできない。でも今回の筋膜リリースはね、オールハンド。そして、そのやり方も、ストレッチじゃないんだけど、ストレッチに外から見るとストレッチに見える、そういう主義を取り入れてるので、ね。現場でもやりやすいんですよ。そこがすごくいいところ。ね。なのでね、本当にね、誰にでもできる筋膜リリース、めちゃめちゃ本当にね、おすすめなので、ぜひ取り入れてもらいたいなっていうふうに思います。本当にね。で、もうこの間ね、まだね、
発表したばっかりなんですけども、もうすぐにね、もうすぐに購入してくださった方から、この間ね、LINE が来ました。僕に個人でね、個人的に LINE が来まして、いやーもう筋膜リリースのね、そのやりましたと。そしたらもうね、クライアントお客様からね、すごくもう好評で、もういつもと違う感じの反応をいただきましたと。そしてもうすやすやとこう眠ってね、寝息を立てて寝てしまいましたと。まあ気持ちよかったんでしょうね。そして終わった後の効果も全然ね、やっぱり今までと違うっていうような反応も違う。見てわかるじゃないですか、いつものお客様だから。っていうようなね、本当嬉しいね、ご報告いただきまして、ああ、本当に誰にでもできるってこういうことなんだなと思って、もうオンライン動画なんで、オンラインで動画で見て、それを真似して、で、あとは精度を高めていくっていうやり方なんで、だからもう手技療法やってる人だったらさ、まあリラクゼーションもやってる人だったらさ、ある程度ストレッチもやったことあるじゃないですか、経験ね。その延長線上でできるというか、習得できるようにもうデザインされてるっていうか、もうそういうふうに開発してね、設計されてるんで、だからもうあとは見て真似てやるだけね。本当学ぶっていうね、いうふうに言われてて、真似なんですよね。真似をすることから始まるから、まずはそこから始めてもらってっていうふうなね、感じの、まあ動画コンテンツになってます。オンラインでね。だからいつでもどこでもね、見ることができる。スマホで見ることができる。だからお客様に入る前に見て、ね、予習しておいて、その記憶のもとをお客様に、ね、お客様で練習するっていうのが僕は一番いいね、練習方法だって昔から言ってるんですけども、ね、現場が一番じゃないですか。現場にしかね、答えってないんで、だから現場で練習することが大事なんですよ。だからストレッチしながら練習すればいいんですよ。お客さんの反応見ながらね、っていう風な感じで、取り組みやすいようにデザインされてるんで、ぜひですね、本当にこの筋膜リリースめちゃめちゃ本当にね、そして危なくないっていうのがいいんですよ。バキバキボ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 キ系をね、練習しました。じゃあお客様に試すってなかなかできないですよ。ね。なかなかできない。でもこの筋膜リリースだったらね、誰にでもできる筋膜リリースだったら、すぐにお客さん試すことができるし、そして危なくない、危険じゃないっていうところがすごくね、やっぱいいとこなんで、ぜひね、お試しいただきたいなっていうふうに思いますね。はい。まあ、この動画のね、概要欄にもね、その、筋膜リリースのページをね、載せときますので、ぜひですね、チェックしてみて、あ、今の自分に必要だなと、ね、学んでみたいなっていうふうに思われた方は、ぜひね、ご購入をご検討いただければなっていうふうにね、思います。はい。そんなにね、高くもないんでね、ご自身の投資だとしてね、ぜひね、ご購入してください。もうそれだけでね、客単価ね、数千円ね、上げることできますから、そうするともうね、1日の報酬も上がるしね、月の報酬も上がります。はい。もう月の報酬それだけでもう数万円、数十万円もしかしたらね、変わってくるんじゃないですかね。そのための自己投資としてね、ぜひね、まあ、やってみていただけたらなっていうふうに、ね、本当に思います。これね、別に押し売りするわけじゃなくて、本当にいいものはね、もういい情報っていうのはね、ほんと、いいなと思ったらね、すぐにね、こう、手に入れないとね、もうその場でね、流れちゃうんですよ。記憶としてね、流れちゃって、もうそれでもう終わっちゃうんで、だからこの動画見てね、ちょっといいなと思った、ちょっと気になると思ったら、まずはね、見てください。ページ見てください。どういうことかっていうのをね、書いてありますんで、ぜひ見てください。はい。ということでね、まあ今日はね、長くなりましたけども、まあセラピストとして、そして治療家としてね、これからどういうふうにね、してたらいいのか、ね、リラクゼーションセラピストの方に、リラクゼーションセラピストのいいこと、いい面もちろんありますよと。でもね、本当にこの業界でね、仕事をしてね、報酬も上げていきたいなっていう方であれば、やっぱ、短い時間でね、稼げる、ね、高単価出せる、手技を身につけることっていうのは本当に大事だよっていうね、話をね、させていただきました。そして、その方法が、今はもう筋膜リリース、ね、誰にでもできる筋膜リリースが僕の一押しですよっていうね、お話をさせていただきました。はい。まあ、このね、動画がね、まあ、いいなと思ったらね、まあ、ぜひグッドボタンね、グッドボタン押してくださいね。そして、まあ、何かね、思ったことがあったら、ね、ぜひ恥ずかしがらずにですね、まあそれもね、アウトプットなので、何か感じたらこう出すっていうのがすごく大事なので、ね、人間大事なんです。アウトプットが大事なんです。インプットばかりしてね、自分のなんかいろんな見たりとか勉強したりとか話聞いたりとかしてもね、やっぱアウトプットを自分の中に一回入れてから、そして自分の言葉で出すっていうのがすごく大事なんですよ。これ記憶的にもね。なので、ぜひね、ご自身のためと思って、ご自身のアウトプットだと思って、ね、動画のコメント欄にね、書き込みしていただければなと思います。何を思ったかね、私はこう思いましたね。ケンさんそういうふうに言いますけど、私はこう思いますよとかね。あ、ケンさんの言うことね、すごくね、響きました。あ、なんか、共感できましたっていうふうな方もいいし、ね、そんなことないよと。お前何言ってんだと。バカ野郎みたいなね、そういうふうでもいいので、ね、とにかく反応いただけるっていうのがね、私も嬉しいので、ぜひね、コメント入れていただけると、大変、
嬉しく思います。励みになります。はい、というわけでございました。最後まで聞いていただいて誠にありがとうございました。はいね、ぜひね動画の概要欄チェックしてみてください。チェックチェックです。はい、ではまた。